そう、まあ、代替があるかというのは、他に使えるブランドがあれば、それが、まあ、民間ではなく公が管理しているものでも代替があるという判断なんだと思います。で、まあ、グランドに関しては今利用率が 18.7% ということで、まあ、5分の1以下の使用状況、要は5分の4は空いている状況なんだと思います。でそこを使えばいいじゃないかということで、代替が可能なんだという判断で、まあ、B ということを言われていると思うんですけれども、その、まあ、利用率の話でもしそうだとするならば、どのくらいの利用率になるとそれは代替が難しいという判断になるんでしょう。今の南沢議員の委員の質問によって、おそらくご本人はもう理解をされているんだというふうにこちらも認識を持てました。なので、その前の質疑というのは無効だというのが改めて実証されたわけなんですが、今の話でいくと利用率、これ例えば2倍になれば 36%、7% ですけども、このあるべき使用量ですね、ここまでいかなくても十分回るようになっていく。単純に たったまだ4割いかない程度で、何回もお伝えしますが、まあ、これグランドですけども、この町というのは公共施設が多すぎるんです。でそれを減らしましょうと言ってずっとこれまで2015年から言ってるわけですから、大前提として減らすべきなんです。でこの利用率を上げなきゃ持たないんです町。その意味で今委員が質問された、質疑をされた、どこまで行ったらもう十分というのはないです、ないんですが、極力これは上げていくべきです。今の話はその3の受益者負担割合の考え方は市場性による分類のところで、その民間によることが提供が可能か、民間による提供が可能か、それとも、まあ、民間による提供が困難かという話ではなくて、どれくらい利用されているか、利用率が高いものについてはたくさんみんなで使ってみんなが使用利用料を払うんで、運営が助かりますと。で全然使ってないところについては、やっぱり受益者負担、まあ、全体の運営費の中で受益者が負担しているところが少ないので、公のお金がたくさん入っている、そういう状況は良くないよねということなんだと思うんですけども、その受益者負担率というのは利用料の話と使用率、利用率の話が両方あるんだと思うんです。でここは適正なところを見つけていかなきゃいけない話であるはずなんですけれども、そのここでは市場性という言葉を使っている、利用率も判断の基準に入ってくるんじゃないかなと思うんですけども、マトリックスの中に入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、ある程度の利用率が担保できるというか、ある程度の利用率みんなが使っているところなら、その金額、使用量、まあ、受益者負担が下げられるんじゃないかなと思うんですが、そういう議論はないんですか。はい、まずこのマトリックスの立て付け、もう一度おさらいするんですけども、これ非常によくできてまして、一般質問の中でも言った気がするんです、需要と供給、その両サイドから作られています。供給側がこの市場性の部分ですね、需要側が選択的か必需的かです。提供する方とそれを使用する方と、その2者の視点からちょうどいい落としどころを探ろうとしています。で南沢委員が今おっしゃった利用率というのは、これはまた違う視点になってきます。その2つの掛け合わされた結論なんで、なのでこれどれを変数とするかによって、解き方が変わってくるんですけども、ここでは利用率というのは、事後的に求まるものだというふうにしてます。結果結論ですね。でこれを高めていった方がいいというのはもちろんです。究極的には 100% になった方が、はい、90% よりも 100% の方が、要は市民みんなが使い倒しているという状態が理想的ではあるんですけども、まあ、それにどこまで近づけられるのかというところで、それはまたちょっと違う視点だというのを今、はい、具体的ではなくて総括的になるかも分かりませんが、今後の方針ということでお伺いしたいんですが、まあ、当然今日は報告事項ということで、今後しっかり協議をしていくということは理解、それで2018年度に方針を示して5年程度ごとに適正化を図るということで、2023年今候補ですが、これでいくと利用料の見直しは施設区分ごとに適正な時期を見極め、各施設区分ですねごとに、適正な時期を見極めて改正額についても段階的に見直すということなので、最終的には今市長が思っておられるのは、これを改正していく、見直していくのは
24年度25年度なのか、それはまだ段階的ということでは決めようがないということの理解でいいんです。一言で申し上げれば、可及的速やかに利用料金の見直しを実施したいと考えています。なぜならば、先ほど来申し上げた通り、長年ほったらかしにされてきた案件です。でこの間市の財政は蝕まれてます。で違う言い方すれば、使ってる人にとってはありがたいんですが、使ってない人、まあ、グラウンドなんかで言えば使ってない人が多いわけなんですが、その人にとって極めて不公平な財政支出が続いています。なので受益者負担は適正化しなければならないんです、常に。なのでできるだけ早くこの料金を見直すべきだと考えています。でそれをやらない、それができないならば、完全に将来世代にツケを払わせる問題は先送りにしかならないので、決してやってはならないと、そのように思っています。まあこれを見直しを決定するにつけても、議会も当然判断していくでしょうし、とそこで困るというか、市民の声が全部が全部聞けるか言ったら聞けるわけでもないし、判断は議会もせねえいけんと思うんですが、やっぱりさっき沖田課長おっしゃったように、周知、ここのところもしっかり、それは行政としてしっかり徹底していただいて、で私たちは的確なら判断をしていくという進め方をしていただきたいというふうに思います。以上です。先ほどの秋田議員に関連するんですが、まあ今市長は何ですか、市長は可及的速やかにと、今年度はどうなんですか、まあ、指定管理料は、まあ、今年度は決まっておりますよね、まあ、そういう意味で今年度はどうなのかを お伺いします。指定管理料の下りがちょっとよくわからなかったんですけど、指定管理はどのように影響するというご指摘ですか。いわゆる利用率を上げるということは、まあ、地区の基幹集会所なんかについてもですね、まあ、いわゆる指定管理料を下げるのではないかということを思っています。関連がないですか。この例えば地区でグランドゴルフをやりたい、今は無料だけど、使用料を取ると、こうなると、まあ、地区の料金改定もしなければならないわけですよ、まあ、その辺がちょっと関連があると私は思ってるんですが、今のお話で、現在は料金がかかっていないというところであれば、今回は使用料の見直しでございます。現在、まあ、かかっていないことでは減免対応なのかも分かりません、現在減免しているものの基準を変更するという形のご説明ではなくて、もともとの使用料を改正するという今回はお話となります。以上です。そういう意味で可及的速やかとおっしゃったんですが、今年度やられるかどうかをお伺いします。はい、準備が整え次第行います。今の議論を聞いて、まあまあ見えてきたんですけど、それぞれの施設ごとに、料金改定されるときにですね、この3番の受益者負担割合の考え方をそれぞれの施設ごとに示されて、改正単価のされるのか、相対的にここに示されているの中身ぐらいで、それぞれの施設の単価を変えられるのか、どのような考えでおられるのか。答弁を求めます。西丸市長、一体何が聞きたいんですか。全然ポイントが伝わってこないですよ。すでに説明したことで足りないならば、どこが足りないのかもらいたいんですよ。全部言ってます。仕事いい、どうもなかなか意思疎通ができんようで悪いんですが、今市長は準備でき次第単価改正はしていきたいという答弁だと思いますね。でそれぞれの施設ごとに単価改正がされると思いますけど、その単価改正にあたってですね、この3番の必需性による分類、必要性による分類、これらをそれぞれ指し示してですね、この単価にしたんだということをされるんだと思いますが、そのようにされるのかということを聞いたんです。まだこれでわからんでまた言いますけど。石丸市長、おそらく一人を除いて全員理解できていると思うんですが、執行部は花からこの資料を使ってそう説明しています。1ページの3番、私が2回か3回ぐらい説明言及しましたが、そもそも最初課長がその後4番以降説明してます。5番まで
4番が何かといえばここに書いてありますよね。あるべき使用量、受益者負担の割合 25%50%、 これこそが3番で示したその数値です。何を分かりきったことを今質疑されるのかこっちも戸惑うんですが、3に基づいて4が作られていると冒頭で説明をしています。4は相対的な中身が書いてあるだけで、私が問ったのは具体的に一つ一つについて3番の負担割合の考え方を示して単価の改正をされるのかいうことをお伺いしようんです。まだ分からないようですので具体的に言いますけど、5ページ一番上の豪雨の地区コミュニティ集会所、これの利用料について単価改正をされた場合ですね、これはまあ共通の部分に乗ってくるんだろうと思いますけど、そうした時に3番の受益者負担割合の考え、大野のコミュニティ集会所は選択的か中間的か必需的か、ああいうところで見る限り1じゃと、で市場性による分類は A じゃと、1と A でいくらにしたというようなことを示されるのか言うて、それぞれの施設ごとの単価改正にここの考えを出されるのかどうか言うてお伺いするんです。以上です。じゃあその5ページよくよくご覧ください。まず表の上に区分って書いてあります。カッコ1からカッコ5見えますか？見えますか？見えますね。はい、それが2ページの4で説明したカッコ1以下、そして表の中で5ページの表の中で一番右施設区分書いてあります。カッコ4機関集会所等、ここまで言えばもう全員さすがに分かると思いますが、この分類に基づいて受益者負担の適正化をするとさっきからずっと言ってます。それ以外の方向はないですし、そのような発言は一つもしてません。